どうもいらっしゃいませ、プーマです。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画なんですけれども、セレクション山川リアタイ、はい、ということで今日はセレクション第2弾で登場した山川さん高速で育成してきましたので、リアタイやっていきたいと思います。この山川さんなんですけど、ミートパワーの査定上がって登場しましたね。特にミートは B70 に乗っているというところで、査定としては通常版からプラス9アップかな。セレクション査定でプラス1されて B70 に乗っているっていう感じですね。去年のセレクション山川さんが74あるので、もう少しあったら嬉しかったんですけど、まあまあ9大点かなと思います。数値的には2020年シリツーのアニバの山川さん、これと同じですね。ただね、この山川さんリアタイで今使うかというと正直何とも言えません。地理適性 D ということで、特殊しても C に乗らないのかな、ちょっときつい。去年のセレクション山川さんが特殊して B 乗ってるんで、こっち使った方がいいんですよね。であとね、特殊能力、これに関しては特に変更ありません。プルヒッターが違う特殊能力に変わるといいなぐらいで思ってましたが、まあこれに関しては仕方ないですね。シリーズ2以降に期待です。まあ、とは言ってもね、山川さんアーチストですし、スプリッツ4100ありますので、まあ、純正リアタイだったらね、だいぶスピ暴力できると思うんですよ。まあ全然弱いことないと思います。むしろ強いんじゃないかな。まあ、使うとしたら DH 代打あたり、守備適性不安なので、このあたりが無難でしょうか。ということでね、今日はこの山川さん使ってリアタイやっていきたいと思います。まあ守備不安と言いつつも、今日はね、守備適性 B のやつとどんぐらい違うのか比較もしたいので、1番ファーストで使っていく予定です。それでは早速本編に行きましょう。さあ、行くぞ。はい、それではよろしくお願いします。大会中ですが、ランク戦です。はい。ということで、山川さんね、一番ファーストで使っているので、ちょっと守らせていきます。ただ、守備的性 D、今見てもらったら分かる通り、ちょっときついかなっていうのが正直なところですね。あ、でもしかし山川さんね、まあ、登場したのは嬉しいですよね。まあ、正直ね、与田さん来る可能性もあると思ってたんで、まあ、もし与田さん来てたら、マジで A ランクなくて、突進まなくて積んでたんで、まあ、正直順当に来てもらって助かったなっていうのが正直なところです。あー、ごめんなさい、デッドボール。まあ、ただね、ミート査定ね、まあ、爆上げしたとはいえ、もう一声あったら、去年のセレクション版から乗り換えできたのになっていうのはちょっと思っています。あと、適性ですよね。守備適性 D がやっぱりきつい。せめてね、特殊でね、C 行けたら、最新スピノが強いから、ランク戦とかだったらそっち使うんですけど、D はちょっとな、怖いよね、守らせんの。ほら、今みたいなのも取れないんですよ。で、守備適性 D あると、あれね、ギリギリ届くことあるんで、まあそういうところで差を感じちゃうなというのが本音です。地味にランナー三塁なんでしっかり抑えましょう。さあ、先制されていく。それでは皆さん、スプリーグどんな感じですか？今ね、自分なんか調子良くて、なんか知らないけど、順位、すごい、100位狙える圏内にいるんですよね。ちょっと自分の実力らしからぬところにいて、なんか打率もね、ランク戦さっき4割ぐらいで出てたと思うんですけど、なんか知らないけど、打率ね、5割超えちゃってて、なんか、おかしいな、みたいな。ちょっとよくわかんない。超高速の大会なのに、なんかよくわかんないことになってますね。まあ、普段からね、純正リアタイ使い倒してるんで、変化量がなんとなく想像つくっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、とは言っても、入りが激しいので、まあ、そろそろ落ちるかな、なんて思ってます。まあ、順当に500位目指してね、頑張りたいところですね。さあ、切り替えていきましょう。で、デニーさん、抑えられるかな？オッケー！まあ、2点はしゃあない。まあ、できれば山川さんのとこ転がしてみてほしいな、というのが正直なとこなんだけど、引っ張ってくんねえかな。いやー、これ引っ掛けてファーストゴロとか、どうでしょう。オッケー。いや、デニー強いよね。しかし、結構変化量あるんで、ハイピン出れば強いです。あー、危ねえ。同じとこからシンカーでどうでしょう。オッケー。いやー、これでどうだ。オッケー。ファーストフライ、無理やり取ったね。で、お相手さんが、アニバの吉信さんですね。行きましょう。存在感出ていく。おぉ、4440、やば。強すぎだなぁ。やっぱ、スピリッツ4100プラス純正コンボ強いね。これはなかなか、きちんとコンボできってないのにこれだからね。なかなか、これ多分コンボできったら4500乗りますね。オッケー！どうすこーい！ちょっぱなからかましていく。気持ちいい。いやー、セレクション山川さん使い勝手いいな。あんまり使い勝手正直去年のやつと変わらないですね。同じぐらいかな。まあ山川さんそもそも打ちやすいですからね。まあ小2なのでちょっとスピリッツ低いとはいえ、まあかなりスピリッツの力を、差を見せつけていけるのは純正リアタイですよね。そしてレフトライナー。変化量マイナス1つえ。いや、しかし昨日のおかわりくんのホームラン見ました。すごかったよね。
さあ超広角出ていく。ここで追いついていければかなりでかいかな。少し気が楽だよね。朝丸さんも3700でスピ解放してないけど、ランク戦だったら全然いけますね。最新スピのゴリゴリ純正とかに当たんない限りは、全然純正コンボ発動さえしちゃえば能力削られることもないんで、まあやっぱ純正ってそういうところは強いですよね。スピマイナス300ぐらいだったらギリギリいけるかなっていうところは正直ある。さあ続いていこう。 OK、 おかわりないら、これはおかわりさん。でいつも1番の殿崎さんですが、今日は6番です。あ、殿崎さんもね、このアニバめちゃくちゃ使いやすいんで。いやー惜しい。いやでもタイミングがちょっと早いな。やっぱ超高速のタイミングになってる気がする。あーバカー。いやでもね、正直大会今打ててるのって多分ね、ツーシーム持ち少ないからだと思うんですよね。ギャレット松本さん鍋優ぐらいしかいないんで、ツーシーム持ちって。まあ多分そういうとこはあると思うんですよね。そして抑えられていきます。はい。さあなんとか抑えたんで、山川さんまで回していきましょう。一人ランナー出せれば回せるんで、まあ山川さんであわよくばさよならしていきたいね。さあ秋山さん行きましょう。まあ、やっぱセーブ純正強いよな。7番秋山さん置けるってなかなかないよね、他の純正だと。まあここはセーブ純正の魅力かな。オッケー、見えてる。いいですね。チャンスメイクしていこうぜ秋山さん。オッケー、よく見た、素晴らしい。さあ田淵さんでいきましょう。で田淵さんもね、8番にいるアーティストって怖いよね。さあ藤川はいって、やめて。変化量マイナス1、 A ランクか。 A ランクだけど嫌なものは嫌なんだよ。あ、手出ちゃった、バカー。スパンジー、オッケーオッケー、 A ランクだから能力発動していく。スパンジーもね、言うて強いんで、やっぱり。結局最近、アイトさんじゃなくてスパンジー使ってますね。セカンド浅村さんにしたくて、それでライトは殿崎さんになって、レフトスパンジーみたいな運用してます。おー、ピッチャー変えてきた。ソンチャーホーか。うわー、ツーシーム曲がるんだよね、確か。あんまり当たったことないんだけど、結構強かった記憶がある。ウェイ、曲がる。しかし、フォアボール。いいね。さあ、行こう。おお、全出しだけどミートがちっちゃい。やっぱなー、これがね、74ミートデフォルトであったら60には乗ってるんで、やっぱセレクション山川さん去年の方が強いのかな。いやー、さよならしたい山川さんで、さよなら頼む。来い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 。うおー、しゃー、切れていくー。プルヒー、めっちゃプルヒの弾道。さあ頼む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 。オッケーオッケー、ポテンポテン、よーし、回れー、さよならー。あざした。山川さんで2安打大活躍、いいですね。次行きましょう。はい、そしたらよろしくお願いします。次は先行かな。はい、ということで行きましょう。相手のピッチャー伊藤さんですね。さあ、おお、ミートかがんねえし、パワークソ高だし、強。相手の変化量マイナス1ですね。打ってこう。よし、プルヒ出てるから外角攻めされるかな。マジマジ、わあ惜しい。オッケー。いや山川さんね、プルヒ発動してもこれできるのがいいっすよね。なんだかんだ強いかもしんねえな。まあ、やっぱ使い勝手は通常版とか去年のセレクションとそんな変わんないですね。オッケー、そのアマストは打てるよ。やっぱカブレラはアーティスト。山川さんもしかしたら去年のセレクションと違う点としては、チャンスじゃなくて存在感なんで、あそこはいいとこかもしれないですね。1番とか2番で使いやすい。さあ浅村さん行きましょう。強っ浅村強っ。あーん、今のは不用意。さあトノサキさん強え。ミッパー85はやばいって。俺だからアニバトノサキはやめらんねえな。あ、トノサキで打ちたい。大会大活躍中なんでね今。いやー詰まった、早かったタイミング、もうちょい遅かったな。さあさあタッチアップしていく。で和夫さん行きましょう。いやー本当ね、西武重量打線だよね、これ見てるとめちゃくちゃ強いと思います。使い勝手いい。オッケー、ナイバッチ、いいね。山川さんに回したいね。表なんでワンチャン回せる。っていうかあれか、次の回行けば回せるか。あー詰まった、くそー。さあ山川さんまで回るんで、なんとか打っていきたいですね。ランナー貯めていこう。あ、田淵さん、田淵さんも強いよね。8番におけるこの重量打線大好き。オッケー、あざーす。さあスパンジーのまま行こうかな。能力も削れてないし。あ、バカー、引っ掛けた、アホ。さあ山川さん行こう。よーし、能力出ないけど、まあまあまあこのまま行きましょう。変化量マイナス1してるからね。あー詰まったー。